出産、出産、出産とは、子が生まれること、子を分娩すること、お産とも言う。子を産むことは分娩、分娩、ええー、とも呼ばれる。出産の方は、より一般的な語であり、社会的、文化的側面も含まれる。生物学的に言えば、分娩、出産は、体制の動物のメスの腹から胎児が出ること、あるいは出すことを指す。 胎児が十分成熟して体外に出る場合を、正規産と呼ぶ。正規産に至るまでの期間や、出産時の成熟度は種によってまちまちである。標準より早い場合は、早産、さらに事故に近い場合を、流産、遅い場合は、下期産と呼ぶ。出産前、あるいは最中に溶膜が破れ、溶水が出ることを破水という。出産後、胎盤等が排出されることを後産。 後産、後産という。分娩が、比較的楽な場合は、お産が軽い、何らかの困難を伴う場合は、お産が重いという言い方をする。カンガルーのようにごく小さく産む種では出産は軽いが、大型草食動物のように胎児を十分に成長させてから出産する場合や、人のように骨盤底骨が発達している場合、骨盤加工が胎児と比べて狭いので、 体重が大きい場合出産は重くなる。人の中でも、初産年齢や、恥骨結合の状態などで異なる。江戸時代における出産に関する記録の中で、産場については、産場にふさわしい人としてと記されている。また、産科の医者は存在していたが、すべて男性だったため、恥ずかしさのあまり医者に身を委ねる妊婦は少なかった。そのため、 産場だけでも安全な分娩ができるように指導書が出版されていた。また出産に還元するものとして、ガール。そして出産時は座らせていっていた。そして出産後は頭に血が上ってはいけないという俗説から座ったまま7日間不眠で過ごさなければならなかった意識を失って死でしまうのを恐れたため、出産は子供にとっては 母親からの生理学的に独立した存在になることを意味する。これまでは胎盤を通じて母親から栄養を補給され、母親に排出物処理を依存し、酸素や二酸化炭素などのガス交換も胎盤を通じて行っていたものが、出産によって全て自分で処理しなければならなくなる。生まれた子がまず最初にしなければならないことが、肺への外気の吸入である。産声には、 この活動を促進する意味があるとされる。また、母体の酸素分圧の低い血液から酸素を受け取るための耐児性赤血球は数日のうちに通常の赤血球と置き換えられる。その際、赤血球の分解に伴って横断の症状が出る。母親の側から見れば出産は妊娠の終了とともに育児の開始である。生理的には 胎盤から放出されていた女性ホルモンの分泌の停止とともに、妊娠状態は解除され、プロラクチンが放出され母乳の分泌が促進され、子への愛情が高まると同時に、子以外の人々への攻撃性が高まる。伝統的な社会では、出産には自然的な力が作用するものと考えられ、めでたいことであると同時に非日常的な出来事であると認識されている。 そこで、産屋を設けて、そこで出産前後を過ごさせるなどによって、外部の人間、とりわけ男性の接近をタブーとするなどの習慣が見られる。そして、出産は月経と同様に不条なものであるとされ、産後に浄化儀礼が行われる社会も多く見られる。将来の出産に備えて、婦人化検診を受けるなど、出産のための活動は、産活と呼ばれる。陣痛とは、 出産を前に子宮が繰り返す規則正しい収縮のこと。またその時に母体が感じる痛み。初期には感覚も長く腹が張る、硬くなるといった程度だが、お産が進むにつれて感覚が短くなっていき、収縮の度合いもきつくなり、痛みを認識するようになる。最も強い段階では、俗に障子の産が見えなくなるほどと形容され、 妊婦がパニックを起こすこともある。感じ方には、個人差が大きい。また、ラマーズ法、などによる、精神、肉体両面の準備があれば、ある程度、感じ方を軽くすることも可能である。全く痛みを感じずに分娩を希望する場合は、項膜外空麻酔による、無痛分娩を選択することになるが、すべての症例において、完全な助痛を達成できるわけではない。 分娩は妊婦にとって命がけの行為である。周産期医学の発達でかなりのリスクは軽減され、周産期死亡率は日本国内では著しく低下した。2007年度の日本の周産期死亡率は1000名の出産に対して4.7名であり、世界で最も小さいが、それでも妊娠後血圧症候群、全治胎盤、輸着胎盤、へそのまき落、大量出血、 ヘルプ症候群、ペリネータル、ロス、流産、死産、人工死産、新生児死亡、人工妊娠中絶など、出産を取り巻く、新生児の喪失など、リスクはなくなっていない。妊婦、胎児ともに順調であれば、自宅出産も、不可能ではないが、現在では、自宅出産を仕切る、助産師は見つからない。また、母児どちらか片方でも、妊娠高血圧症候群、 骨盤くらい、相対など、何らかのリスクが高い場合は、病院出産が進められる。自宅出産は、高リスクであり、自宅出産は病院など医療が介入する出産に、比べ、新生児死亡率が3倍にも上るとの論文が、医学雑誌ランセットで発表されている。助産所において、助産師が、もしくは家庭等の出産場所に出向いてくる助産師が、出産を取り仕切る。 リスクの低い妊婦のみ、状態が少しでも悪くなりかけたら、3回と連絡を取る必要がある。しかしながら、病院と異なり高度の医療技術を施すことのできない助産所の場合、分単位の緊急性を要する招致が行えず、生涯にわたり後遺症を残すような障害の危険性は高くなる。日本では、第二次世界大戦前や戦後の混乱期までは、 国民の90%以上は自宅で出産していたが、戦災からの復興期や高度成長期以後は病院での出産が増加し、高度成長期が終わった頃には国民の90%以上が病院で出産するようになった。戦災復興が糸口についた1950年代以降は医学や医療技術の向上、経済の発展と政府の収入と、 社会保障支出と医療費と医療費の公費負担額の増加により、病院での出産が増加し、高度成長期が終わった頃には、国民の90%以上が病院で出産するようになり、現在では国民の99%が病院で出産している。その結果、妊産婦死亡率、周産期死亡率、新生児死亡率は時代の進行とともに減少し、 市場最小値を更新している世界の諸国でも、地域別でも、所得水準別でも、世界全体でも、国ごとに、経済や医療の発展段階に差があり、妊産婦死亡率、周産期死亡率、新生児死亡率に差があるが、医学や医療技術の向上、経済の発展と政府の収入と、社会保障支出と医療費と医療費の公費負担額の増加により、いずれも、 時代の進行とともに減少し、史上最小値を更新している。英国の研究チームの発表によると、朝食を抜いたり、低カロリーの食事をとったりする女性は、女児を出産する可能性が高いという研究結果を発表した。高カロリーの食事をとると男児が生まれる確率が高いという、現在出生前診断や人工妊娠技術を 男女の産み分けを目的として行うことは禁止されている。しかしながら中華人民共和国、インド等のアジア地域では、新生児の男女比が極端に男性に傾いていることから、男女の産み分けが行われている。体制、及び卵体制の動物にはすべて出産があるが、その様子は動物によって様々である。犬は品種によっても異なる。比較的難産が多いのは、 大型草食動物である。生まれた子供は肉食動物の捕食目標になりやすく、親も巣にこもって育てるのが難しいので、ある程度以上を大きく産んで、生まれてすぐに逃げ回れるようになっていなくてはならず、そのためには大きく獅子の発達した状態で出産を迎える必要がある。長い獅子は出産では邪魔になりがちであることもまた難産の一因とされている。また人は、 直立二足歩行を行うため、内臓を保持する必要から骨盤底骨が発達しており、出産に困難が伴い、胎児を小さく未熟な状態で出産しなければならない。出産時、胎児は普通は頭から出る。この方法は一番抜け出しやすいため、合理的である。稀に逆に出る場合があり、これを逆子という。逆子は難産になりやすい。 逆に後ろから出るのを常とするものもある。イルカやクジラがそれで、これは彼らが水中で出産することによるものである。その場合、まず頭が出てしまうと、その時点で、胎児は空気呼吸を求められることになる。しかし、ご半身が母体に残っていては空気中に出られないため、そのまま溺れる可能性が高くなる。出産した子は母親に助けられて水面に出て、 最初の呼吸を行う。なお、中世代の海生爬虫類である魚竜にも卵体制のものがあったことが知られており、その出産がやはりオカラであったことが化石から確認されている。江戸時代における出産、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。